王様ペンギンの卵王様ペンギンは、ペンギン目ペンギンか王様ペンギン族に分類される、鳥類。別名キングペンギン。学名の由来は、1788年に J. 海イイミラーが南米パタゴニアで発見された個体をもとに記載したことから、やや古い図鑑には、王様ペンギン、王ペンギン、王ペングインなどといった別名の記載が見られる。繁殖地は、 ケルグレン島、サウスジョージア島、ハード島、クロゼ諸島、フォークランド諸島、プリンス、エドワード諸島などがある。繁殖地は南大西洋とインド洋の南へ45度から55度にかけて位置するアナンの当初に点在する。非繁殖期は繁殖地周辺の外洋で群れを作って生活しているが、たまに南米のパタゴニア地方やタスマニア島、 ニュージーランドなどの沿岸にも現れる。種小名パタゴニクスはパタゴニアに由来する。原生のペンギン目内では皇帝ペンギンに次いで大型。2番目に大きな種類のペンギンで体長は85から95センチメートルほどで体重は10から16キログラム。頭部とフリッパーの外側の灰色は黒。背は灰色。腹部やフリッパーの内側は白色。 側頭部の耳の周辺は大色。成長は頭部とフリッパーと大葉が黒。背中は灰色、腹部は白色。外見は皇帝ペンギンに似るが小型で、頭部から喉にかけてのオレンジ色が強い。また、体に対するくちばしやフリッパーの比率も大きい。くちばしは大型で細長くやや湾曲し、ペンギン目の原生種では最大。 下くちばしに大色の筋模様が入る。下くちばしのくちばし章と耳の周辺、喉が大色をしている。卵は殻が白や単緑色。ひなのわたわは農家主食。なお、若鳥はくちばし章が白やピンク色をしている。19世紀まではこの種が最大のペンギンとして知られ、名もキングが冠されたが、19世紀に南極大陸に、 探査の手が伸びた結果、さらに大きな皇帝ペンギンが発見され、何エンペラーが当てられたという経緯がある。以下の分類、分布は、サロモン、イデハラ、ヒシヌマーケに従う。縄張り意識が強く同した個体とは、集団繁殖地で争うことが多いものの、同所的に分布し、繁殖地で、根群も形成するジェンツーペンギン。 マゼランペンギン、ドイヤルペンギンなどの多族多種と、遭遇しても避けて歩き警戒したり攻撃することは、ない。遊泳速度は、平均時速 8.4km。同族の皇帝ペンギンと比較してより深く潜水する、傾向があり、水深 220m 以上まで潜水することも、多い。最新潜水記録は 344.4m で、平均7から8分の潜水を行う。 裸岩種類などの魚類を好むが、イカを食べることもありこれらがいなければ、甲殻類を食べることもある。繁殖期には、体重維持及び回復、ヒナに休時する分も含めて1日あたり3.2から3 6キログラムの獲物を捉える。時計や温度センサーなどを含むデータロガー及び、それを飲み込ませた個体の胃の内容物調査から昼間に、再食を行う傾向が強いこと。 大型の魚類よりも小型の魚類を好むとする報告例もある。成長の捕食者はシャチ、ヒョウアザラシが挙げられ、卵やヒナの捕食者はトウゾクカモメかオオフルマカモメサヤハシチドリが挙げられる。赤色が東キングペンギン、黄色が西キングペンギンの分布域。黄緑色が繁殖地の当初産卵のピークは初夏にあたる12月半ばから1月頃である。 この時期になると繁殖地の海岸には多くの親鳥が集まり繁殖を始める。キングペンギンはヒナを育てる途中で越冬するのが特徴で繁殖期間が1年以上に及ぶ。繁殖のペースは2年に1度、多くても3年に2度である。口述するようにヒナがほぼ死亡してしまうのに遅い時期にも繁殖を行う。理由として繁殖の際のエネルギーが 通常の繁殖よりも抑えられるためとする説もある。同じペアで複数回繁殖することは稀で、離婚率は約80%に達する。巣は作らない。一服卵数は1個で、卵は孔子の上に乗せ、放卵脳と呼ばれる腹部のダブついた皮を被せて放卵する。皇帝ペンギンと同じく産む卵は一つで、足の上に乗せ、放卵脳を被せて温める。 足の上で卵を温めるので構造物としての巣は持たないが、縄張り意識は強く、繁殖地では等間隔を保った親鳥たちが立って、並ぶこととなる。孵化してから5週間から6週間は、親鳥の育児能の下で生活するが、それ以降は、ひな同士で形成する群れ、クレイ氏に合流する。クレイ氏の合流後も親鳥から救治されるが、陶器が来る前に、 成長はコロニーを分散し、時の5ヶ月は数回のみ休止し、約3ヶ月も放置されることもある。卵は54日ほどで孵化するが、それまではオスとメスが交代で放卵する。夏の海は餌が多いので、オスとメスはこの木を生かして、ヒナに多くの餌を与える。秋を迎える6月までには、ヒナの体重は成長の8割ほどになる。給止中の親は、 昼夜を問わず潜水して、餌取りを行い、裸イワシの仲間やタコ、イカを多く食べる。しかし寒さが厳しくなると、親鳥はほぼ救助をやめてしまい、2週間に1回ほどしか、ヒナに餌を与えなくなる。よって、ヒナは体に蓄えた脂肪を消費しながら、寒さと上に耐えなければならない。ヒナは、ヒナ同士で集まる、クレーシを作り、身を寄せ合って、寒さをしのぐ。 春までに、ヒナの体重は半分にまで減少する。ちなみに、ヒナの体は半分以上をいでしめている。温暖になると、親鳥が再び頻繁に休児するようになる。春となる9月頃には再び親鳥の休児が始まる。ヒナが活食の羽毛を管理して、巣立つのは10月末から1月頃となる。2月以前に生まれたヒナでないと、 一定の体重に達しないため冬を越すことができずに、ほぼ死亡し、仮に冬を越せても海に入ると、すぐ死亡することが多いため成長になることは稀。この後に2月頃から繁殖する親鳥もいるが、この場合は、ヒナが小さなうちに冬が来てしまうため、冬の間に多くのヒナが死んでしまう。これらのヒナが育つのは、翌年の1月から4月頃である。繁殖性効率は低く。 一回の繁殖で巣立ちを迎えるヒナは0.3から0.5波とされる。また、地球温暖化もガシの原因にもなっており、約70%が今世期末までに死滅、最悪絶滅する恐れがあるとの研究結果もある。エジンバラ動物園の飼育個体同族の皇帝ペンギンと異なり暖かい気候にもある程度の耐性があり、世界各地の動物園で飼育されている。 これらの施設では散歩などを売り物にしている、朝日山動物園などもある。飼育下における最高齢記録は、日本の長崎水族館及び長崎ペンギン水族館で飼育されていた、銀吉の39年9ヶ月15日である。また、銀吉の娘、ペペも長寿であり、銀吉とペペは死後白星となって、長崎ペンギン水族館に大切に保存されている。 ありがとうございます。